どうも、レオンでございます。さあ、これが見えてるということはやっていきましょうか。はい、今回はですね、今ときめいてるところが大炎上中かな炎上しまくってるよね。いや、まあさ、お前ちょっと歌詞も早すぎるって。指導者なんの、もっと修行してからやろ。いや、めちゃめちゃおもろいよね。まあ、この間ね、甲府にも負けましたけど、まあ仕方ないよね。やっぱ指導者としての、なんていうかな、何もないんですよ、ベースが。いきなりぶっつけ本番で、鹿島アントラーズよ。そらしんどいよ。そら無理よ。いや、多分今まさに今多分死にかけてると思うね。マジで。まだ俺別にね、鹿島アントラーズの動画は別にあげようかなと思ってるんですけど、いや、さすがに厳しいよ。うん、まあおそらくね、ACL 圏内はもう絶対無理だと思うんで、このままね、もう落ちていく一方かなと俺なんか思うんですけど、いやー、それにしてもね、きついよ。よくこんな役受けたよな。まあ確かに、レネバイラがこんなに早くクビになるとはね、岩間さん持ってへんから、とは思うんやけど、ただまだ唯一救いはね、確かに鹿島ね、岩政が、就任して、負けが込んでるし、まあ、これからも多分、厳しい現実が待ってると思うんや。やけど、今これ残留争いしてないでしょ。ここが唯一救いかなって、こんな残留争いの中で、いきなり新人の岩政とかやったら 100% 鹿島降格するからね。だから、俺も、来シーズンは多分岩政ないと思うんですよ。さすがに。この状況で岩政が来年、鹿島の監督すれば、100% も降格すると思うから、さすがにそれ、岩間さん分かってると思うんや。そう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 。まあ、でも面白いね。甲府には負けるかなと思ったけど、やっぱり負けたね。もう、最高。まあ、これ、岩間さんだけのせいじゃないしね。もちろん、その選手のクオリティも低いし、鹿島なんか、いい選手が揃ってるように見えてるけど、大したことないからね。はい、まあ、そんな感じでね。また鹿島は鹿島でまた別の動画あげようと思うんで、今回まあ岩政のことあんま言ってないですけど、絶賛大炎上中の岩政くんでした。